内藤です。そうなんです、7番今日の仕上がりなんで、はい、右で体を割ってきます。あ、わかりました、いいと思います。まあちょっとノーコメントで。バンカーまで。ですよね。
新幹線そこ狙いですか。いや、もう赤旗です。赤旗内関線の左が怖いんで、ローカルです。もうちょっと右側です。5ヤードくらいです。右くらい。はい、これは。そこからも何も考えない。OK! ありがとうございます。完璧です。ほら、小屋が右向いてて正解ですよ。内田がフェードなんで怖かったんです。今、ドローかな。右からだから赤と木の間ぐらいになって、でもさ、右にプッシュアウトすると木の中入っちゃうから、それ避けたい。だったら左に突っ込んだ方がいい。俳優はそんな右行かないな、多分。もうさ、どうだろう、わかんないな。本当にダメ。じゃあ赤旗狙いますか。赤旗のちょっと右狙って、まあ、プッシュアウトしたとして、まあ突っ込まない程度に。 OK、はい、赤旗狙おう。赤旗、うん、普通に構えて。でもうちょっと右向いて。右？うん、オッケー。そこで赤旗。OK。頑張れ。はい、よく向きます。はい。まあ、楽に行きましょうよ。勝ちたいのは分かるんだけどさ。そんなはずじゃなかったよ。いや、いいんだよ。そんなはずだよ。予定通り。気楽に行きましょう、もう。はい。飛ばなかったりするのが本当に嫌だ。雨だとね、なんだろう、やることすごい多いんだけど。
ち直してほしいなってなんか僕は思います。ここは鬼にしないと。鬼にとことんとことんやるやるやって悔しいと思わせないと、ね、多分やる気出ないね。なるほど。これはプロの世界です。なるほど。だからやっぱり誰かライバル、それで、あ、この人は負けたくない、思わせるというプレーをベッド化しないといけない。そうです。じゃあとことん潰します。